1FC ケルンはドイツノルトベストファー練習ケルンに本拠地を置くサッカークラブ1963年に発足したドイツブンデスリーガの初代王者であり1977から78シーズンには日本人海外遺跡の先駆者奥寺康彦が活躍し2度目のリーグ優勝に貢献した約1100のサポーターズクラブがあり52000人の阻止を抱える ケルン最大級のスポーツクラブ。1948年にケルナー BG07 と SPVGG ズルツ07の合併により誕生。ブンデスリーガ発足後初の王者。ハンス・バイスバイラー監督時代の1977から78シーズンにはブンデスリーガとドイツカップの2冠を達成した。 ファンズ 1FC ケルンに1960年、1962年と1963年にはドイツサッカー選手権で決勝戦に進出し、1968年にはドイツカップで優勝、ドイツ分でスリーガーが発足した1963から64シーズンで初代王者となり、翌年の UEFA チャンピオンズカップでは準決勝、進出を果たした。クラブ組織を イングランドのクラブをモデルとしたものに改革し、ドイツ初となるプロ選手のサイドビジネスと現役引退後の仕事の手配を行い、ドイツで初めて GK コーチを雇い、当時としては画期的であったクラブハウスと練習場を建設するなど、フランツクレーマー会長のもと、ドイツで最もモダンで模範的なクラブに成長する。攻撃の中心選手はドイツを代表する選手の一人で、 あるボルフガング・オベラーと出会った。バイエル・ミュンヘンとボルシア・メンヒ・エングラートはハノニ、今日時代の始まりにより、常に優勝争いには絡むもののなかなかタイトルを獲得することはできなかった。しかしヘネス・バイス・バイラーが監督に就任すると1977年にはドイツカップでの優勝を果たし、1978にはブンデスリーガとドイツカップの2冠を達成。 UEFA チャンピオンズカップでは再び準決勝進出を果たす。また、後に FC、バルセロナやレアルマドリード、アトレティコマドリードでゲームメーカーとして活躍したベルントシュスターや1990年のイタリアワールドカップで優勝、1982年のスペインワールドカップと1986年のメキシコワールドカップで準優勝した。 ピエール・リトバルスキーに代表されるように1970年代の終わり頃からは多くの将来が有望される選手がプロデビューを果たすようになった。1981年には UEFA カップで準決勝に、1986年には決勝に進出し、1983年にはドイツカップで優勝するものの徐々にバイエル・ミュンヘンとの財政面での違いなどが大きく、 なり始め、必ずしも、優勝争いに顔を出すチームではなくなり始める。クラブ内の衝突なども数多く起きるようになり、1985年には、ピエール・リトバルスキーが選手を代表して、当時の会長を、公の場で通列に批判し、クラブを退団。ハラルト・シューマッハーも当時の西ドイツのサッカー事情を、取り上げた、内部告発本開始の笛を出版。 スキャンダル的な内容からドイツサッカー協会から国内永久追放の処分を受けるなどピッチ外でもメディアを騒がせるクラブの代表格となる。1986年には2部に降格しそうになるなどピッチ上でも結果を残せないようになっていた。しかし1986年の10月にコーチであったクリストフ・ダウムが監督に就任すると 1990年のイタリアワールドカップ中に1980年代後半に、好成績を残していたクリストフ・ダウムがクラブ内の政治争いにより解任されると、再びチームの結果は下降戦をたどるようになる。バイエル・ミュンヘンのみならずベルダー・ブレーメンや、ボルシア・ドルトムント、シャルケ・レイオンなどに、ピッチ上での結果やクラブの財政面で追い越され、徐々に、競合の地位を失った。 多くの選手や監督が毎年のように入れ替わるようになり、1997年以降はヨーロッパカップに出場することもできなくなる。1998年にはクラブの歴史上初となる二部降格が決定した。1999から2000年シーズンにブンデスリーガ二部で優勝を果たし、再びブンデスリーがに昇格するものの、 8年間で3度の二部降格と3度の一部昇格を経験する。このようなドイツを代表する名門クラブとしては長期低迷するチーム状態とは裏腹に地元での人気は高く、昇格シーズンでもありシーズンの終わりには再び降格することになった2005から06シーズンでも、ブンデスリーが一部で5位に入る4万9000人弱の平均観客動員を記録。 その後の2部での2度のシーズンでも共に平均4万人を超える観客を集め、2シーズン連続のブンデスリーが2部での平均観客動員に1位のクラブとなった。なお 1FC ケルンは2部に降格したその他の2000年代のシーズンにおいても、ブンデスリーが2部1位の平均観客動員を記録している。2007から08シーズンは、 ミリボイエ・ノバコビッチとパトリック・ヘルメスのコンビで三十七得点を挙げ、ノバコビッチは得点王に輝いた。ブンデスリーが二部で、ボルシア・メンヒエングラート・バッハ、ホッフェンハイムに次ぐ三位となり、三シーズンぶりの一部昇格を果たした。十七得点を挙げた SFW、パトリック・ヘルメスを、バイエル・レバー空前に引き抜かれたが、FW、マナセイ・イシを後釜として獲得し、 D.E.F., ピエール・オメ、M.F. プティなど一部の常連を獲得した。2008から09シーズンは残留争いとは無縁のシーズンを過ごし、12位に入った。2009年夏、ミハエル・シューマッハなどの熱烈なファンが募金活動を行い、かつての SFW、ルーカス・ポドルスキの復帰を実現させた。M.F. マニシェなどを加えた中盤も選手層に厚みを増したが、 2010年10月に2009年に昇聘されたズボニミルソルド監督が解任され、それまで同クラブのセカンドチームの監督を務めていたフランクシェファーがトップチームの監督に昇格した。2011から12シーズンに一部17位となり、二部に降格した。2014年4月21日、3試合を残して二部で優勝を決め、3シーズンぶりの一部復帰が決定した。 2016から17シーズンは最終節の勝利でヘルタ・ベルリンと SC ・フライブルクを交わし5位でフィニッシュ。ブンデスリーガが現行の制度になった以降ではクラブ史上最多の勝ち点49を獲得し1991から92シーズン以来25年ぶりに UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得するなどかつての古豪の復活を予感させるシーズンとなった。 しかし、2017から18シーズンは、昨年のチーム得点王、アントニー・モデストが中国へ移籍した影響もあり、開幕から得点力不足が露呈。16節まで、未勝利が続くなど低迷した。監督交代を経て、後半戦は持ち直したものの及ばず、最終的に、最下位で5シーズンぶりに2部への降格が決まった。リーネナ・アジデアン。 パノラマホルニチエヒジブエ19ボルナウ33チホスゴカッターバッハ34スキリ28ヘクター14ドレクスラー24ウート23ヤヤコプス38コルドバ15カッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示すチームマスコットはチームロゴにも描かれているヤギだが実物は着ぐるみではなく本物のヤギである ヘネス君と名付けられ、クラブのアイドルとして、ホームゲームで応援する光景や、その生活の様子を、ウェブカメラで撮影されたりと、おなじみの存在となっていたが、ヘネス7世を管理していたビルヘルム・シェーファーが2006年6月11日に、心臓発作で死亡。ヘネス7世自身は、シェーファー氏の妻が世話をしていたが、 恒例のため試合など公式行事への登場は2006から07シーズンはほとんど行われず、その間はクラブ史上初の着ぐるみが代役を務めた。そのまま着ぐるみを定着させるかと思われたが、2008年7月に公式ホームページ上で4頭のヤギで選挙が行われ、8月に8世がお披露目された。なお、ヘネス7世は2009年3月13日に、 病の進行のために安楽死の措置が取られた。ありがとうございます。